この次は弾く新しい弾き方ですね、サイドフリックです。今までの弾き方パーオンフリックやスナイパーシュート、こういう時は指がまっすぐ向いていました。今度はサイドから弾きます。この時に注意しなくてはいけないのは、これは反則になります。爪をしっかり当てて固定をして、右左右左、こういう練習になります。この練習の目的はディフェンスの時や攻撃の時に役に立ちます。例えばこのような時、ボールをここに出してシュートをする時に、こういうような形でシュートをすると、手を伸ばすまで、この体勢に取るまで無理な体勢になります。出した時にサイドで打つことができれば、より速い攻撃をすることができます。ですのでサイドでボールがある時に、サイドでキックをする癖、こうやって持ってくると時間がかかるので、サイドでシュートをする練習、これを右左両方やっておくといいと思います。